チャット一人会です。今日は特にテキストなしでまた旅行についての話を雑にしていこうと思います。かつて趣味が旅行だったということで、すごい雑な語りなんですけど、最近見かけた旅行についての話題について何か喋れたらなと思ってます。一つ目がですね、最近で言うともう1ヶ月以上前なんですけど、3月の10日にトゥゲッターで話題になった話なんですけど、URL は概要欄に貼っておきます。旅行には金でチヤホヤされる中毒性があるから、繰り返すと無意識で人格が荒廃していく。引退後に旅行漬けになっている高齢者とかやばいっていう、トゥゲッターっていうのはね、知ってる方も多いと思いますけど、ツイッターのツイートをまとめたもの、サービスですね。で、まあ、ここで、まあ、なんでこんな話を取り上げたかっていうと、別になんかこう旅行に関する話題があったので、考えてみたいなと思って。はい。で、この発信元の人が、旅行に中毒性あるのは金でチヤホヤされるから。で、繰り返すと無意識のうちにどんどん人格が荒廃していくよね。特に引退後で旅行漬けになっている老人とか、がやばくて、こういう人はホテルのフロントやレストランのウェイターが対人関係のすべてなのだよ。一緒にいると召使いになったような気分になる。という、話、話題の、まあ、スタートのツイートでした。まあ、ツイートっていうか、もう当時は X ですけど。まあ、こういう話が一応、されてるというか、こういう話がいろいろ、いろんな人の、まあ、レスというか、リツイートじゃないわ。リプライとかで、いろいろあって、まあ、この、いる本当にいるとか、すごくわかる海外のホテルとか、特に、とか、これ、趣味が旅行ってやつに、こんなのいるよな、とか、旅行好きとたまに話が合わなくなるやつはこれだ、とか、まあ、そういった、ツイート。が、まあ、いろいろあったりとか、まあ、旅好きの種類にもよるのではとか、うん。旅行の良さによって変わるっていうとか、なんかまあそういう、いろいろ続いてるんですけど、まあ、これは僕は最初見て思った時に、まあ、僕はそんなに、お金の使う旅行をしてこなかったので、この旅行をしてお金でチヤホヤされるっていう体験っていうのが、まあ、まずなかったですね。どっちかっていうと貧乏旅行が多かったので、その泊まるところにはなるべくお金をかけないとか、移動手段になるべくお金をかけないとか、そういうことを考えて旅行していることが多かったんで、まあ僕自身には全然当てはまらないかなと思いました。だからこの言ってる人っていうのも、まあ、自分の周りにはあんまりいないし、こういうふうに、何でしょう、こういう人っていうのはあんまりいないんで、実感としては全然僕はわからないんですけど、そうですね、だから、何なんだろうな。どこにお金をかけたんかなっていうと、まあ、旅行で一番高いのってやっぱり、結局、その、まあ、飛行機代とホテル代になるので、そこをいかに節約するかみたいなことばっかり考えてたんで、そこにお金を使ってチヤホヤされることを喜びに感じるみたいな、そういうことは、まあ、全然、
なかったんですけど、そうですね、僕はまあでも最初のうちは普通のホテルに泊まってたんで、決して安いとこに泊まってたっていう感じでもなかったんですけど、まあ、でも一泊5000円ぐらいのとことかに泊まってましたね。一人部屋にちゃんと泊まってて、で、なんでしょう、ちゃんと清掃とかが行き届いてるとこ、まあ、それは場所とかにもよると思うんですけど、僕が最初に行ったのは、ベトナムだったんですけど、ベトナムの一人部屋で、まあ、多分5000円ぐらいだったかな。なんか場所が良かったんで、ドンコイ通りっていうところの近く、ベトナムのホーチミンなんですけど、ドンコイ通りっていうところの近くで、まあ、でも窓とかはなかったですね。で、2回目に行ったところが、まあ、チェコなんですけど、チェコもだいたい5000円ぐらいのところに、まあ、もうちょっとしたかな。8000円ぐらいしたのかな。いや、してないかな。うん、まあ、そのホテルの人とかと接点はなかったんで、そもそも。そういう、ちやほやされるみたいなのはまあないんですけど、この、なんでしょうかね。旅行期間が長くなればなるほど、やっぱり、宿泊費っていうのがネックになってくるんで、そうなると、こう、長い旅行は、あんまり、宿代にお金をかけれなくて、なるべく安いとこに泊まってましたね。まあ、だから、この、お金がある人っていう前提なのかな。この、金でチヤホヤされるとか、いうぐらいなんで、決してね、なんかその、安くないと思うんですけどね、その、海外のホテルとかっていうのも、まあ日本でもそんな変わらないと思いますけど、だからそういう体験に、こう、まあ、なんでしょう、お金を使いたい人は、それにハマったりするんですかね。まあ僕はそもそもチヤホヤされるの全然、嬉しくないというか、苦手な方なんで、どっちかというと、だから、そっとしておいてほしいと、あんまりそこにお金を払う意味がないというか、でもな、さすがにこう、人と一緒に旅行するときは、あんまりひどいところに泊まるのもどうかなと思うので、いいとこを予約したりとかはしたことはありましたね。まあ、男性同士だとね、特に気にしないんですけどね。女の人がいたときは、まあ、相手にもよると思うんですけど、なるべく清潔なとか、まあ、それこそお金をかけたところとかに泊まったこともありました。まあ、それは、まあ、なんとなくかな。でも特にそういう要望があったわけではないけど、でも別に男女関係なくホステルとかが好きっていう人も全然いると思うんで、まあ、慣れてる人とか、そこにお金をかけるよりも、こう移動とか、何やろ、観光とかにお金をかけたいっていう人は、別にホテル代とか、なんかそういうサービスとかに費やさなくても全然楽しめると思います。まあまあ目的の違いなんでしょうね。というようなことを思いました。こんなもんでいいかな。じゃあ次のやつ。これもなんか旅行絡みのニュースじゃないんですけど、トピックがあったんで、ちょっと読み上げてみます。まあこれ全部読むの長いな。
まあ、短いか。いけるかな？はい。これは3月の13日で、さっきの話題に関連して、やと思います。逆に教えてほしいんだけど、なんで海外旅行好きの女って、あんなに性格悪いんだろうな。海外旅行に行くと性格悪くなるのか、性格悪い女は海外旅行好きになるのか、海外旅行好きの女ってギャンブル好きの男みたいな印象のレベルだよね。なんだろう、金がかかるとかかからないとかではない、その手前で危機感がある。これはなんというか、所属性というか、保守性というか、ああ、こいつ、日本や俺、共同体としての家族に危機が迫ったら、気安く捨てて他国や他の男のところに行くんだろうな、という思いを抱いてしまうからだろうか。事実、海外旅行経験っていうのは、ああ、私はどこに行っても生きられるんだ。狭い日本の世界に生きなくてはいけない理由はないんだと思わせてしまうものがある気がするんだよな。それは勘違いでもあり、女性にとっては勘違いではないというか、男に対しては、客として訪れただけで何か勘違いしてるんだ。実際住んだら差別もあるし大変だよって言えるんだけど、女だと結構なんとかなっちゃうと思うんだよな。女性が優れているという理由ではなく、はい。まあ、この辺はちょっとね、差別的な内容なんですけど、まあ、そういう共同体への帰属意識を弱める力が海外旅行にではあるのではないだろうか。だから、男は海外旅行好きの女を忌避するのではないか。僕はそう考察する。これ結構ひどい内容ですね。偏見にまみれた。まあ、でもこれは何なんだろうな。これなんでこれを僕は気にしてたのか。まあ、多分、この話題がちょっと盛り上がってたからっていうことなんでしょうね。まあ、この、こういうその、なんていうんですかね。旅行好きの、まあ、男性に限らず、女性に限らず、そういう人に対する偏見というか、なんかよく知らないけど、こうなんじゃないのって思うことっていうのは多分いっぱいあると思います。で、実際、まあそういうことを言ってる当事者っていうのもおそらくいるんでしょうね。なんかその、まあギャンブル好きの男みたいな印象のレベルって言ってる。まあギャンブル好きの男に対してもそういう偏見はあると思うんですけど、この、なんだろうな。危機が迫ったら、共同体としての、まあ、この方がだから多分保守的なんでしょうね。その、日本に危機が迫ったらとか、共同体としての家族に危機が迫ったら、逃げるんだろうなっていう思いを抱くっていうのは、これは別に旅行好きとか関係ないっすよね。なんか、単純に、関係をあんまりちゃんと築けてないから、そうなるんじゃないんかなと私は思うんですけど、海外旅行経験があるからどうこうっていうのは、まあ、その海外旅行経験があるから、日本以外でも生きていけるって思うか、まあ、結局、まあ無理って思うかっていうのは、あると思うんですけど、なんかその勘違いというか、勘違いって書いてますけど。この辺に関しては、まあ、その元の文章を云々は別として、僕自身は旅行ではないけど、長期滞在をしたことがあって、で、その海外に住めるかどうかみたいなことは考えたことがあったんですけど、そうやな。まあ、住めるかどうかっていうのは結構ハードルはやっぱ高かったですね。例えば私は、カナダに1年半ぐらいいたんですけど、1年半 ?1 年半ぐらいか。1年と、どれぐらいやったっけな。まあ、忘れましたけど、1年半ぐらいだいたいいまして、で、そのままカナダに住めるかどうかっていうと結構ハードルは高かったですね。その、まあ、住むってなるとまず仕事を見つけないといけないとか、あと、ビザですね。ビザを取らないといけないとか。で、
まあ、ビザの種類っていうのは、学生のビザと就労ビザみたいなのがあって、学生のビザはまあ大学とかに入れば簡単に取れるんですけど、まあそれも期間限定なんで、在学中のみなんで、まあかなりお金がかかるし、うん。なんかその延長とかも多分難しいと思うんで、1年とか2年とか、まあ大学4年行ったら4年とか、そういうのはできるかもしれないけど、まあ期間限定ですよね。就労ビザみたいなのになると、その企業に雇ってもらえるだけの特殊技能というか、なんかこう、まあ、引っ張りだこみたいな人やったら、もらえるかもしれないけど、普通に働いてたら、まず、その就労ビザを企業が、出してくれるというか、まあ、申請してくれるほどの、人材ってなかなかいないというか、まあ頑張ればいけるかもしれないですけど。で、就労ビザはすごい、まあ働いてる期間中だけなんで、転職とかすると結構また大変というか、同じ企業、まあ企業が申請してくれるみたいなやつだったんで、確か。だから結構大変なんですけど、まあ、その間に市民権とかをね、得られたら、まあ、長く住めるっていう感じでしょうね。で、まあ、市民権というか永住権ってやつですかね。で、僕が当時カナダに行った時に調べたのが、まあ、今は全然違うと思うんですけど、当時は、在学2年、大学とかに2年ぐらい行って、で、その間に、なんでしょうね、インターンとかで仕事を見つけて、で、卒業後に仕事について、で、就業経験、普通の、まあ、就職して就業経験が、まあ、2年とか3年とか、積み重ねられたら、まあ、永住権が得られるかもしれないよ、みたいな、そういう制度やったと思います。今はもっと厳しいと思いますけど、当時、まあ、10年以上前ですけど、うん、で、まあ、その、必要な技能としては、その、英語のスコア。確かね、IELTS で 6.5 以上とかだったかな。いると思います、当時。で、6.5 以上っていうのが大体、英語圏のネイティブの高卒レベルって言われてました。で、僕は IELTS は受けたことないんですけど、すごい難しかったんで、試験受ける気にならなかったっていうやつですね。TOEIC とか、よっとプラス2科目多いっていう感じなんで、まあそもそも時間がめっちゃ長いんですよね。試験時間が長いし、で、まあ、勉強をめっちゃしてなあかんから、もうそれが嫌で、あと、なんか作文みたいな、作文っていうか、レポートを書かないといけないんですよね。その、試験の内容で、何時間以内とかに。もうそれが、すごい、いやというか、もう、勉強したくなくて、全然受けなかったです。で、まあ、そういう、厳しい試験を受けて、で、スコアを叩き出して、で、おまけに就労経験、向こうで何かこう、自分なりの大学とか行って自分なりのこう技能とかを身につけて、でこう企業から欲しがられる人物になって、採用されて2年ぐらい働いて、2、3年働いてやっと永住権が下りるみたいな、まあそういう仕組みやったんで、まあまあもっとかかるかもしれないですけど、普通に、まあなんせこうハードル高いというか、まあ、そもそも時間として、まあ、3年、4年、5年ぐらいかかるのかな。で、その上で、お金もすごいかかります。まあ、大学行くのにすごいお金かかるし、で、その間に生活費もすごいかかるし、まあ、僕はその当時、ざっと見て500万ぐらいはないと無理かなって思って、そんなお金なかったんで、まあ、そもそもやろうっていう気にもならなかったんですけど、うん、なんか海外に住むっ
というか、うん、移民というんですかね、はすごいハードル高いなって感じました。そんな話は別に関係ないんですけど、はい。だから、よくね、永住権取る一番簡単な理由は、まあ、結婚するって言われるんで、現地の人と結婚すれば、まあ、ついてくるというか、まあ、それもすぐじゃないんですけど、多分1年とか2年とかはかかるんですけど、うん、その永住権のために結婚するなんて、まあ、まず無理なんでね、相手がいての話なんで、というわけで、海外に住むというか、移住するっていうのはすごいハードル高いなっていうのが、私の実感としてはあって、まあ、でもなんかその、僕の知り合いというか、まあ、オーストラリアに行った時に知り合った日本人女性が3人ぐらいかな、今、オーストラリアに住んでます。多分永住権はもう取ってると思います。で、3人とも現地の人と結婚してます。結婚して取ったって感じですね。だから、日本人の女性が永住権を取るのが割と簡単って言われるのは、まあその、なんていうんですかね、結婚以外のルートを辿れば、やっぱ難しいんですけど、結婚ルートが、簡単なんかな、簡単かどうかちょっとわかんないんですけど、まあ、みんな結婚ルートで取ってましたね。そういう人は割と話を聞きますね。というわけで、まあ、なんやろ。男は海外旅行好きの女を忌避する。まあ、それはちょっとね、わかんないですけど、まあいいや。これぐらいに、ちょっと移住の話を、はい。で、まあ全然それとはまた関係なく話題になってた、漫画がありまして、これは隣のヤングジャンプっていうウェブ上で読める漫画で、バカ女と26時っていう漫画が話題になってました。これも、まあ、旅行絡みというか、僕は、こういう漫画結構好きやなって思った漫画の一つなんですけど、その、日本で、まあ、これ女性二人が主人公なんですけど、一人の女性、まあ、友達同士の女性二人が主人公で、一人が、殺人を犯して、で、一緒に海外逃亡するっていう、そういう漫画ですね。で、まだ7話までしかやってないというか、7話までしか配信されてないんですけど、最初に行った場所がベトナムで、うん、まあ、海外逃亡みたいな話なんですけど、すごい、なんていうんかな、気軽な感じ。コメディかな、そういうやつです。で、なんかそういう海外逃亡みたいなそういう話は、うん、読みたいですね。好きですね、僕が。なんか夢がある。夢があるっていうか、まあこれファンタジーなんですけど、やっぱり漫画なんで。でも、うん、そういうのいいなって思ってしまうんで、こう続きが読みたいなと思って今フォローしてるとこです。で、なんかこれとは全然また違うんですけど、昔、僕が海外旅行行き始めた当時っていうのが25歳ぐらいの時なんで、今から15年ぐらい前なんですけど、当時に読んだ本で、青年は荒野を目指すっていう本があって、まあ、めっちゃ古い本なんですけど、70年代とかの本かな。けど僕が読んだのはまあその2010年代なんですけど、五木寛之が書いた本で、これもその、その70年代とかの、青年がヨーロッパに行くっていう話でした。まあ、これは小説なんで結構ほんま、なんていうかな、夢展開みたいな
あの、都合のいい展開がすごいいっぱいあって、まあ、読んで楽しい。けどまあ、時代が時代なんで、内容は結構古い。っていうような小説でした。なんかこういう、海外逃亡というか、まあ、なんていうんですかね、海外旅行というか、うん、こういうのにこう夢がある作品っていうのは僕は好きで、いいなと思いながら、つい、読んでしまいます。ノンフィクションでもね、僕はよく好きで読んでました。何でも見てやろうとかね、そういうやつ。そんなもんですかね、今日は。という感じで、まあ、あんまり面白くない。面白くないというか、あの、ひどい内容が多かったですけど。はい、そういうぐらいで終わっておきます。あ、そうや。コメントもらってましたね。そういえば。それだけちょっと紹介して終わった方がいいかな。今どこに開いてんやろ。前回一人会ね、ひろひろしさんからコメントもらってました。趣味娯楽をローテする第2回。で、本は電子派ですか紙派ですか。私は図書館で借りているので必然的に紙です。というコメントでした。あ、私はどっちもですね。はい。ただまあ、僕は最近、Kindle、これも10年ぐらい前に買った Kindle があるんですけど、Kindle ペーパーホワイトが電源が入らなくなって、これをちょっとね、買い直すかどうかっていうのがね、非常に迷いどころで、充電はできるんですけどね、なんで電源入らへんのかわかんないんですけどね。Kindle でもそんな使ってないんですよね。たまに使うぐらいなんで、結構するじゃないですか。1万以上するんでね、たまに使うものにそんなにお金をなんかかけるのもどうかなと思いつつ、今まで買った本っていうのもまああんまりないんで、どっちかっていうとやっぱ紙が多いので、まあ紙というか電子書籍をいっぱい買うようになったのも、実はその旅行と絡んでて、僕がその Kindle を買った、Kindle ペーパーホワイトを買った、その年かな?その年に、そのカナダに行って、そこから、1年半いて、で、オーストラリアにそこから1年、まあ、10ヶ月ぐらいか、いて、まあ、その長く日本をちょっと離れてたんで、その間にこう日本語の本っていうのが全然買えないというか、まあ、あっても邪魔なんですよね。その移動とかをしてるんで、海外でこう、引っ越しとかをするんで、荷物が少ない方がいいから、そういう時に電子書籍はすごい重宝してました。でもそういう生活がなくなって、まあ、その後ちょっとまだ、いろいろ行ったりしてたんですけど、アフリカの方とかに行ったりとか、まあ、それが半年ぐらいとかですね。まあでも普通にその旅行行くときに本を持っていけるっていうのもすごい電子版のメリットだと思います。何冊も持っていけるし、まあ、飛行機の中とかで読むのもいいし、うん。その荷物にならないんでね。で、向こうで買うっていうこともできるし、だからそういう生活がね、今はないんで、だからあんまり電子版が活躍する、状況じゃないから、まあ今はそんなに紙の本が多いです。じゃあそれぐらいで、はい。